それでですね、最後にスナップ。これはね、フラッシュの制御と、あとは前か後ろかっていう切り替えね。これと、画面分割するかどうかっていうスイッチね。このモードにすると、こういうふうに画面分割の仕方をここで変更できますと。左右の2分割、3分割、3分割、4分割もできるね。あと設定項目。これはタイマーと、あとグリッドの表示、非表示だけですね。こっちがリアのカメラで、こっちがフロントのカメラになってんだけど、こういうふうにスワイプすると切り替わります。ちなみにね、ここのね、枠の大きさは変更できないですね。変更したりさ、あと何、こうワイプみたいにさ、こう片隅にちっちゃくとかさ、そういうこともできないので、もうちょっとこう自由度が高いといいんだけどな。余談ですけれども、こっちの画面が通常の画角のカメラで、こっちが広角カメラを使っているよっていう風に見えるんだけれども、なんかね、そんな感じじゃないんですよね。ここに2つカメラあるんだけれども、こう塞ぐとね、両方とも塞がっちゃうんですよ。こういうふうにずらしていくと、こういうふうになるので、こっちのカメラ使ってないっぽいんだよね。どういうこと？っていう感じなんだけど、よくわかりません。